さあ、まずは卓球だ。ガチンコでやるぞ。でもホムラちゃん、今着いたばかりじゃない。少し休憩してからでも。休憩してる暇などない。1分1秒全力で楽しむんだ。よし、まずは未来対日陰だ。ほな、やりますか。コートに打つんだ。相手のコートに打たなあかん理由がわからん。いいか日陰、そもそもスポーツというものは。他のみんなは卓球を続けろ。時間がもったいないぞ。はーい。はい、わかったわ。どうだ、面白かっただろう。でも私そろそろお腹が空いて。ヨミ、そう言うと思ったぞ。
ミお姉ちゃんが。ユミ、どうした？申し訳ありません。あまりの美味しさに私軽く失神してしまいました。ヤッホー。ちょっと、はしたないですよ。まあまあ、落ち着いて落ち着いて。ごちそうさま。ごちそうさまでした。ごちそうさん。ごちそうさま。ごちそうさま。よし、満腹になったら次は温泉だ。他に客はいないようだな。みんな気をつけて入れよ。何が？暑くないのか？暑かったらどないしたん？気持ちいいわね。ですわね。気持ちいい。ああ、ほら、ひばり、手を貸そう。そしてこのタオルで前を隠すんだ。いろいろと、その、丸見えだぞ。みんなダメだよ、うるさくしちゃ。他にもお客さんがいるんだから。気にすることはない。お互い楽しみに来ているんだ。すみません。それじゃあ、失礼して。もしかして、え？あ？あれ？あの人、イカルガさんと知り合いなんですね。皆さんって、
学校のお友達とかですか？まあそんなところだ。そっちは？私たちも同じ高校の同級生です。あ、また誰か来たみたい。楽しんどるか。ね、あの山。半蔵様、出て行ってください。そんなに恥ずかしがることはない。わしはお前たちに差し入れをしに来ただけじゃ。これは男の忍びのみが使えるというムササビの術。じっちゃん、いい加減にしないと。それはいかん。アスカ、それはいかんぞ。アスカ、お前半蔵学院のものか。それじゃあな、悪人の学生だ。だからといってここでやり合う理由は皆無だな。何も武器を持っていないんだ。戦いようがないだろ。え？それとも裸で取っ組み合うか。ああ、じっちゃんの太巻きだ。せっかくなんで皆さんもどうぞどうぞ。ねえ、名前まだ聞いてなかったね。ホムラだ。ホムラちゃんか。それじゃあ私たちはそろそろ上がるとしよう。ホムラちゃん、またどこかで会いたいな。ありがとうホムラ、すごく楽しい旅行だね。温泉後の訓練はやはり気持ちがいいな。どれだけ汗をかいてもまた温泉で洗い流せるのもいい。もしかしたら温泉は最高の訓練場なのかもしれないぞ。ではもう一汗かくとするか。騒音の正体はお前だったか。確か野牛と呼ばれていたものだな。
お前の規制はやかましくてかなわん。ヒバリが全然寝つけないではないか。少し静かになってもらうぞ。これはこれは願ってもない展開だ。ちょうどいい訓練の相手になってもらうぞ。訓練で済めばいいがな。望むところだ。信じよう。やべ、マイチル。いざ、グレンのごとくマイチル。歯応えのない。野球なかなかやるじゃないか。お前もな。おかげでいい汗がかけた。さあ一緒に温泉でもどうだ。遠慮しておこう。ひばりは寝相が悪いので今頃はお腹を出して寝ているだろうからな。俺がお布団をかけてあげなくてはならないのだ。そうなのか。帰省は控えめに頼むぞ。さらばだ。ああ。そうだ、一つ言い忘れた。風呂ならとっくに閉まっているぞ。汗びっしょりで寝ることになると思うが、まあ自業自得だな。そんなバカな。